どうもこんにちは、アイゼン宗介です。今日はタルトショコラを作っていく。明日はホワイトデーですからね。ゾマリカ、君は今年何個チョコレートをもらったんだい？サロー、それでは関係がないから出て行ってくれはしないか。生地は十字に広げた遮光膜で覆って、洗剤球で休ませる。しっかり休ませることでバターがよく冷え、生地の食感が良くなる。おしゃ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 タルトの中に流し込む生地、アパレイユを作っていく。今回タルトの表面をきれいに仕上げたいんだ。中に気泡が入らないように注意してほしい。少し話は変わるんだ。皆さんは R1 を知っていますか？あ、いや、ユリアンレトリバーが優勝した大会じゃなくて、ヨーグルトドリンクの方だ。後輩のアランカルが、これ飲んでれば病気にならないっすか、と言っていたんだけど、本当か？現世では花粉症やインフルエンザに効くというようなことも聞く。もしそれが本当なら、私の場合全ての病は冷圧で抑え込めるのだが、波江はまだその域に達していないから。波江のための安い趣味だ。ちなみに R1 は美肌効果に期待できるようだ。これが超人力なのか。最後に仕上げに上からかけるグラッサージュを作っていく。グラッサージュとは表面に光沢を出すことだ。この工程も気泡が入らないように注意してほしい。もし気泡ができた場合は、チャッカマンなどで表面の気泡を消すこともできる。だがやりすぎには気をつけるように。洗剤球で休ませて完成だ。久しぶりに料理に冷圧を込めるとしよう。波江にさらなる進化を。にじみ出すこんな楽の教師はしびれまだしサイズしか決まうせの人形、己の武力を知る波動の窮地タルト黒ひつき。お、今日の飲み物はこれ、フェンティムズローズレモネード。ローズオイルと天然レモン果汁で作られたバラの香りのレモネード。天然香料ならではの自然なバラの香りがほのかに広がり、爽やかなレ。久しぶりだね、ナミエ。それでは一度乾杯しようか。挽回。気に入ったみたいだ。料理はどう？成功だ。よもや私の完全栄誉を黒ひつぎ入りタルトこれほど容易に超えてくるとは。もはや冷圧すら感じない。まさか。完全栄誉黒ひつぎタルト、ホワイトデーにいかがでしょうか。ちなみに私もゼロ個でした。